はい、材料紹介します。5歳、3歳、これが最後に入れます。大根たっぷりです。今日は牛すじの代わりに鶏肉、もも肉、胸肉、そして醤油50ml、紹興酒は大さじ1杯、砂糖は大さじ1杯、そして八角に和醤、最後ごま油で。はい、鶏もも肉 300g です。食べやすい一口大に。はい、中華香辛料のバージョン、はい、鷹の爪、そして八角、これが中華独特ですね。はい、これをはい、ごま油です。さあ、鶏肉を皮目から、醤油50ml。
行っていきます。はい、どうですか。はい、米を取ります。それで大根を入れていきます。はい、ここで大根を入れていきます。大根を入れていきます。はい、これで入れていきます。はい、おお、これ大根を入れます。はい、ここから蓋を取って入れていきます。汁がなくなるぐらいまで煮詰めていきます。はい、煮詰まってきました。はい、青い時間このままだ。はい、OK。
完成です。